います。ローリングストーンズのコピーバンドをやっているんで、あのマークでベロと名付けました。ローリングストーンズのコピーあります。聴いてください。最後までよろしくお願いします。通称オッくんと言います。おいじゃあファーストアルバムいきます。
try to tell you, but you did want to know. This time you're different. I'm different tomorrow. Tell me I'm coming back to me. You tell me I'm coming back to me. Tell me I'm coming back to me. Tell me I'm coming back to me. レッドイットビーだけど、ストーンズはレッドイットブリードっていうのを作ったんだ。そっから一曲やります。 ジョンソンっていう人のカバーをストーンズがしたやつです。
聞いてくださいという前にちょっと飲ましてください。あ、この子は埼玉県加須市から来てます。驚かないかな、驚かないかな。ラブインバインドやります。
いろいろあるんだ。それはじゃあ次はその次の年70年ですね。スティッキーフィンガーズってあのチャックのジャケットの一番 B 面の一番最後に入ってるやつやる。ムーンライトマイル、今日月が出てたんだ、綺麗だったよ。
チューニング変える時間でした。僕はさっき言った内田裕也さんって言ってたんですけど、やっぱりあのなんだジョン・レノン、かっこいいこと言うとジョン・レノンはなんかチャック・ベリーさんのことを言い換えるとチャック・ベリーロックンロールだみたいなこと言ったんですけど、やっぱり我々日本人にとっては言い換えると内田裕也がロックンロールって言葉なのかもしれない。裕也さん、いろいろ日本にロックを持ち帰ってきてくれた偉大な功績のある方でした。裕也さん、会ったことないけど、最後にローリングストーンズ It's Only Rock and Roll というのを歌います。 Thank you。
抜くよ。